こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。昨日の深夜か上がった動画にたくさんのお祝いコメントありがとうございました。皆様のアドバイスのおかげで本当に勝てました。今日もですね、まあ無課金サバか芝居のものやっていきたいんですけども、ちょっと新しい試みというかね、はい、そんな感じのことをやっていきたいと思います。先に魔法石の数をお見せしときましょう。まあね、ガチャを引いていきたいんですけどね、その前にちょっとね、したいことがあって、購入歴、まあ、無料配布29個、あと1個ね、あったら、遊戯を3回引けるんですよ。そういうところで、まあね、はい、3人ワイワイのですね、リリスト、壊滅級をですね、まだクリアしてませんで、とかクリアできなくて、野良でちょっと潜ったんですけど、どうしようもなかったんで、はい、もう平日の、ただいま撮影時間、15時ちょっと前なんですけども、ちょっとね、ちょっと視聴者さんに頼んで、お願いして、来ていただこうかなと思います。はい。それではちょっと募集します。ツイートしてみました。はいはいはい、ちょっともうほんま平日のごめんなさい15時とかにツイートしてるんで、多分ねお休みがカチッと合う方じゃないとね、なかなかね難しいんじゃないかなと思うんですけど、おデュエルスタンバイさん、おありがとうございます。こんな日でつい、それではよろしくお願いします。大さんよろしくお願いします。はいはい、行くで。はい、ですね、これを使っといて、おそう。あと13秒しかないって。よし。はい。よし。こんな感じで、イラチンを無理やり決めていくスタイルです。ありがとうございます。あ、よかった。録画取れてる。よかった。よし。デュエルスタンバイさん、バンキャー、ええやつないねんけど。いやー、すごい。ねえ。ねえ、ナイスはいはい。さあ、覚醒向こうっすね。どんなか対応されてるかな。おーっと、これしようか、威嚇しようかそうやね、その3人やとね、マジでね、もうパーティーがね、噛み合わないんですよ。1人やったら閉鎖様っていうところを全然噛み合わなかったりするんで、逆に難しくて、ノラとかでクリアできなかったんで、本当に。さあ、覚醒向こう、おマジでいかはる、おお、まあ、そうだね、使わんとね、そのスキルの順番もあれですしね。おえ、おえ、ナイスナイスさあ、ダークで、ああ、それグラビティ持ってきたかったんや。やべえ。ここはね、これでいいか。ちょっと回復しとこうか。多分耐えれるはずやねんけど。よいしょ。はい、もう最悪ね、もう負けそうになったらパスします、僕は。一生死んで。もうほんまにさ、ノラでやってて、もう全然勝てなかったんですよね。ウェイ、ナイス
えい、おデュエルスタンバイさん、すごい。さあさあさあ、城の内来ましたね。いや、もうこれ最後パスでいいかな、もう僕さて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 、うえー、しっかり L 字決めていく。ありがとうございます。おー、ナイスナイス、おーそしおそし、ここまで削ってくれたら大丈夫。おー、確かに海馬ですよね、次海馬なんで、ここまでもうこれでか。海馬ね、結構ダメージがねでかいんですよ。会話ったっけ次。いや、マジで L 字ね、ブロック解除してくれた。でかい。ありがとうございます。ありがとうございます。デュエル！よーし！もう次最悪パスでいいね、僕。クソやろ、僕。よい、すげえ、すげえ、デュエルスタンバイさんすげえ。ウェイ、はい、ナイスさあ、7フロア。さあ、闇のゲームの始まりだ。知らしめてる。ラーの抑止力の力を。イェイ。次は僕、ダメージは、そうか。遊戯のぐらい耐えれるかな。いや、どうしよう。耐えれへんかったらどうしよう。耐えれへんかったらどうしようかな。ちょっともうパスしようかな。パスしようかな。パスしようかな、もう。よーし。いや、これは耐えれるぞ、多分。最悪ね、僕がヘッポコンボしても、OK! 回復振ってきた。よしよしよし。よしよしよし。はいはい。おお、そうそうそう。よかった。デュエルスタンバイさん、採用決めてください。先生、決めてくださって、いいですよ。あ、そう、コンボ確認しちゃったんか。なるほど。よいしょ。よーし、よしよしよし、ナイスー。あのさぁ。やったぜ。やったー。はい。はい。ほんとに、ちょっとね、今からちょっとお礼のツイートしてくるんで、そちらちょっとお待ちくださいね。はい。お礼のツイートもね、終わったので、はい。大好きな、遊戯王コラボ、引いていきたいと思います。購入履歴をお先にお見せしたと思うんですけど、一応ね、これ30個ということで。はい。それではね、ガチャをね、引いていきたいと思います。遊戯王コラボ。狙いはね、もう、遊戯、ペガサス、遊戯、会話もサイレアと、あとは僕は、マジシャンオブブラックカオスがめちゃくちゃ好きなんで、はい、あの、ペガサス対遊戯闇遊戯のとこもめちゃくちゃ好きなんで、そこを狙って引いていきたいと思います。3回。はい！頼む、頼む、ダイヤから、まずはダイヤ。うわぁ、ちょっともう、金地が出てって。いやー、この騎士が嫌わってだけどさー、よーし。2回目。はい！頼む。よいしょ！あー、バクラか、まあ、バクラはね、全然一体ぐらいいてもいいんで。はい、それだ。まあね、デュエルの場なんですけど、あの、僕、恒例のガチャの時のように、錬成陣出して、まあ、剥がれネタなんですけど、やっていきたいと思います。さあ。はい、ダイヤ、よいしょ、いやー、ブラックマジシャン。さて、じゃあ交換所見てみましょうか。はい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 、ですね、これどうしようか。ダイヤが出てくれたおかげでですね、ブラックマジシャンをと暗像出せば遊戯を交換できるし、でマリックも結構交換できるんですよね。いやー、やった。いや、せめてダイヤ出たからよかった。いやー、そうだね、
ああ、ごめんなさい。結果先にお見せしましょう。はい、こちらですね。はい、暗黒騎士ガイア、バクラ、ブラックマンシャンが、ブラックマンシャンか。ブラックマンシャンが出てくれたおかげで、3体がね、交換。これ6体や。3体がね、交換できるということで、はい。まあ、いいんじゃないかなと。はい。個人的なダイヤ、暗黒騎士ガイアがね、ちょっとサイリアやったらね、よかったんですけどね。はい。それでは今回はこんな感じで、ちょっとね、新しい試みを、平日のね、真っ昼間にやんなよっていう話なんですけど、またこういうね、好評だったら、やらせていただきたいなと思っておりますんで、よろしければ、チャンネル登録や高評価していただける方はしてくださると幸いでございます。それではね、また次回お会いしましょう。バイバイ。